こんにちは、海外の沼田女子の豊永奈穂子です。これから1年間ライターとして働きながら1ヶ月ごとに違う国に住む生活を始めます。今までは大学を卒業してから3ヶ月日本、半年台湾、1年半香港で働いていました。いろいろな国に住みながら好きな仕事をするのが夢だったので続けられるように頑張ります。今考えている旅のプランは香港からスタートしてタイ、ベトナム、カンボジア、ネパール、トルコ、エジプト、モロッコ、スペイン、アルゼンチン、チリ、ペルー、コスタリカです。それぞれの国から海外の楽しさを伝えられるように頑張るので応援よろしくお願いします。豊永奈穂子でした。